こんにちは、黒田勝之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、高速レガートの指の動きがどうしてもやっぱわからないということでですね、今日はちょっとこうクローズアップ見ていきます。ですね、こうバランスポイントって言って、こうスティックの長さのちょうど3分の1のところが、こう、物理的に一番よく弾むんですね。これより真ん中だと、こうそもそもこう落ちていかないし、これより重いとすぐ止まってしまうんですね。だから最初はこのバランスポイントで練習するといいと思います。で、こうバランスポイントでこう人差し指のこの第一関節と第二関節の間でこうやってやってあげると、こう弾むでしょ。タン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 。物理的な係数で言うと、こうだん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 こう短くこうなっていく。この係数の数式を僕調べたんです。全然わかんなかったんで、ご紹介できませんが、こういうふう。そうすると、シンバルレガのタンタッタン、タン、タ、タンが、最後の3個目以降が、ちょっとこう遅いわけでしょ。だからその3個目以降を、小指ですくう。だから、ここで弾ませて、これが大事な形。だから、もう親指なんかも離しちゃっても、広瀬淳二さんに教えてもらったときは、パーグー、パーグーの感じだよ。投げて拾う感じ。だから。だから、極端なこと言うと、親指使わなくても、人差し指と小指だけがあれば、これを、親指があると、こう音色をちょっと硬くさせたりとかしながら、で、速くなればなるほど、広瀬さん曰く、このスティックがね、こう平行、ずっと同じ形、モーラーでやるときは、こっちが動いてるけど、この棒をずっとこう、ずっとこの棒っていう、棒って白とかって感じですけど、この棒、このスティックをね、この要は水平に保ってたら、ものすごく速くなるって話だったんですけど、ジョジョメイヤーとかが使ってるこの動きとか使うと、僕ちょっとそれさすがにあんまりうまくないんで、ご紹介しませんが、だから投げて拾う。で、投げて拾った時に、要はタンタンのとこを、こうやって手首でいっちゃうと、こう、すごくこう、重たくなるショットが。要は、シンバルレガートって跳ねたいんですよ。だから、ここを、1個目から2個目の打点に行くまでが、こう、膨らんでる方が、だから、ここで、スティックをちゃんと遊ばせてあげた方が、こう、速くなるという、シンバルレガート速くなるのは、こういうことですね。指の動きとしては。で、慣れてきたら短く持っても、短く持つともちろん軽くなるし、遠く持つと重たい音になるでしょ。弾ませれる感覚が身についたら、多少無理してもいけるんですよ。ただ、最初のうちはやっぱりこう一番弾むポイントの感覚で覚えないと、なかなか最初はうまくいかないですね。こういうところですかね。だから、こう投げて投げて拾う、投げて拾う。こう1個目がちゃんとスティックがバーンってバウンスして、2個目の時、3個目の時にこう小指で拾ってあげるみたいな意味。そうやってやると、結局裏拍さえ取れば、ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー。裏拍さえ取れれば、こういうふうに早くいくらでも高速にできるということでございました。本日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとか、ためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。
それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。